よいしょ、あ、はいはい、よしよしよし、あ、確かに、うん、すごい酸素が濃い感じがしますね、うん、元気になりそうです。そもそも酸素カプセルはサッカーのベッカム選手が2002年ワールドカップの際骨折の治療に使ったことで注目を集めました。現在は数多くのスポーツ選手をはじめ美容、健康、リラクゼーション目的でも使用されているんです。常連のお客さんに効果のほどを聞いてみました。毛づやが良くなったり、毛づやが良くなったり、はい、あと目が生き生きしてますね。